私たちはアミンチュを応援しています。見たよ、カイツブリ。来たよ、僕の街。6時だよ。知ったかぶり、カイツブリニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おっさん応援リレー、6月30日金曜、琵琶湖一周アンガ達成直後のヘロヘロのおっさんと乾杯しよう。ビアプリでバーベキュー、レイクサイドガーデン2017におっさんが立ち寄るよ。ご予約はお早めに。ビアプリのプールオープン。そこで1月1日と2日限定で小学生までのキッズに限りプール無料。ご家族でビアプリでバカンス先取りしてね。おっさんビアリー。いやー、すまどん中やな。ど真ん中ですよ。て、このくだり昨日やりませんでしたか。そうやった、デブちゃんかと思った。って誰がデブやねん。安野さん、勝手に言ってるじゃないですか。それを言うならデジャブ。そうそう、デジャブ。でも大事なお知らせだったので今日もお伝えしたいですよね。わし、間違えんと昨日と一緒のこと言えるかな。ちょっと昨日みたいに聞いてくれへん。本当に6月30日にゴールできるんですか。まさに万事休すからほうじ茶やな。めちゃくちゃ棒読みじゃないですか。古国の名優のわしやで。ここから乗っていくやないか。まさにバンジキュースから落ちちゃうね。バンジキュースだけでいいんですよ。おお、省略しよう。で、どうするんですか。いやいや、いいな。もうわしもパニックでめっちゃかひっちゃかなってんねんから。それも逆です。ひっちゃかめっちゃかです。リオリー、お前はここまで来たんや。開き直ってわし考え方をポジティブに220度変えよう。あー、微妙な角度ですね。あ、そっか。でもどう考えるんですか。ゴールしたら楽しいことが待ってるってことを考えよう思てんねん。あ、なるほど。ゴールしてからいろいろそういえば盛りだくさんですよね。うん。まずは踏ん張れおっさん応援リレー第3弾の乾杯があります。じゃん。6月30日金曜日、琵琶湖大津プリンスホテルのレイクサイドガーデン2017のプレオープニングイベント会場に琵琶湖一周アンギャ達成直後のヘロヘロの安野さんが立ち寄ります。立ち寄るでいい。安野さんが立ち寄るのは夕方の6時30分から6時45分です。バーベキュー&飲み放題しながら安野さんと一緒に乾杯しましょう。ヘロヘロすぎてわしジョッキしか持てへんかもしれんけど。十分ですよ。あえんか。こちらは予約が必要です。予約の電話番号は077-521-1111。 詳しくは琵琶湖大津プリンスホテルさんのホームページをご覧ください。ご予約はお早めに。続いて踏ん張れおっさん応援リレー第4弾のゴール式です。パフパフ。いい調子でパフパフとか言ってますけど、ゴール式なのでゴールしてないといけないんですよ。わお、ハードル高い。それを言うならハードル高いですね。やったー。おっさんがゴールしたとして、7月1日土曜日はイオンモール草津1階セントラルコートにて琵琶湖のイベントを午前11時から夕方の4時まで開催します。夏のおっさんゴール式はお昼2時からスタートしますよ。その内容はこちら。安野おっさんが皆さんに7周目のゴールを報告します。そして応援してくださった皆さん一人一人に挨拶&記念撮影します。ぜひ頑張ってゴールした安野おっさんに声をかけてあげてくださいね。ゴールしてるかな。他人事みたいに言わないでください。ご挨拶&記念撮影には整理券が必要となります。
整理券は午前11時からお昼2時30分の間に会場でお配りします。この他にも午前中にはアミンチプロジェクトと仲良し劇団プラネットカンパニーとアニツブリコイツブリが出演する琵琶湖にまつわるお話し会があります。いやー面白そうやな。その予告 CM がありますのでご覧ください。劇団プラネットカンパニーがお送りする7月1日琵琶湖の日のお芝居、それゆけ岩戸子くん琵琶湖のお話大冒険、アニツブリとコイツブリも一緒に琵琶湖の昔話の中を大冒険するんだって。うわー、とっても楽しそう。みんな7月1日琵琶湖の日フェスタで会おうね。待ってるよ。こりゃ水にはオランウータン。はい、ぜひ皆さんも見てくださいね。他にも日野少年少女合唱団と歌う琵琶湖集校歌などいろいろと盛りだくさんなので皆さんぜひ来てくださいね。待ってるね。7月1日琵琶湖の日フェスタ、イオンモール草津にてお昼2時からは安のおっさんゴール式、おっさんから皆さん一人一人にありがとうを伝えます。今年の7月1日はおっさんに会おう。7月1日琵琶湖の日を PR して歩く安のおっさん琵琶湖一周行脚、今年は県庁からスタート。テレビではその模様を歩いてきた道のりの順にお届けします。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。こんにちは、待っとってくれた。待ってたんや。まだ早うから電話があったんや。ほんまに。うちの山さん、勤めに行くとき、通ってるで、今そっち行くさかい。連絡してくれたんや。あら、ほんで待ってたんや。早かったよかった。安野さん、もうすぐそこまで。安野さん、すごい。じゃあ、1枚ずつ教えるね。バーコードの入り方の角度がすごい斬新やわ。おっさんハートがいっぱいついてるわ。ありがとう来てくれて。ありがとう。こんにちは。どうぞ。無理しないで。あ、ごめんな、そんな心配させて。どうでした？あ、すごい。よう似合うわ。似合ってた。めちゃめちゃ似合ってるわ。ツツジが朝見られとるな。綺麗ですね。ああ、なんかずっとじゃれ言う思ったやろ。来ると思います。うん、サプライズでないねんだじゃれ。なるほど、なるほど。頑張れ、スタッフさん。あ、人間三脚化学母人の手ぶれのないショットが。あれ、体硬いから人間三脚ちゃうかいう話もあるうん、波の間に間に漂えば、はい、次ダックル、何だっけ、赤いトモリミ懐かしむ見
いいですね。ゴミが難しい。カットやな。ありがとう。今日はこっちまでシャンプーしていってください。ほんまやね。ほんま偶然で。No. ありがとうございます。娘ちゃん頑張ってる？頑張ってます。ほんまに。ありがとうございます。ありがとう。途中だったのにな、仕上げしてもうて。いや、これぐらいするとこやった。あ、そう、これぐらいだった。綺麗からもう終わったよ、思ったの。ありがとう。ありがとうございます。風情ある街並みをテクテク。もうすぐ琵琶湖のてっぺん最北端エリアです。踏ん張れおっさん。この日は今津町浜分まで歩いたよ。いよいよ今週末ゴール。最後まで応援してね。ビバビワおみくじ。どのキャラを選ぶ？おい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 。おっ、どうじゃった？おかげさんちょう。おかげさんちゃんで45周年。虹色メイク探検隊。リアル宝探し in 滋賀県。県内19エリアに隠された信長の秘宝を見つけよう。詳しくは検索。今日のエンディングはこちら。揉めないこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ。 YouTube で見てな。